イラックス GR スポーツの車の紹介をしていきたいと思います。じゃあちょっと最初に外装からとちょっとカスタムしてるのでそこの紹介としていきます。レッツゴー。じゃあちょっとグリルからいきます。ちょっとここは紙袋でナンバー隠し気にしないでください。じゃあまずフロントはこれですね。これをつけてます。これバグガードってやつで、僕はフェイスが大きくなるからつけてるだけなんですけど、効果的には走ってる時にこっから風入ってフロントガラスに虫とか小石がぶつからないようになるのが目的のやつです。けど僕は気にせずおしゃれとしてつけてます。はい、次フロントは顔周りはこれぐらいなので、次サイドに行きます。あと GR のこのトヨタのエンブレムがめちゃめちゃ好きでこれにしました。はい、じゃあサイドに行きまーすサイド、はい。ハイラックスって車が前下がりになってるんですよ。なのでそれが嫌なんで、フロントだけちょっとリフトアップしてて、この中のサスペンション、このバネを変えてちょっと前下がりを解消してます。はい。であとタイヤが結構オーバーフェンダーから中に入ってるんで、中にこのホイールの銀のところあるんですけど、この銀でスペーサーかましてタイヤちょっと外に出してます。はい。で次後ろも同じです。後ろもちょっとタイヤを外に出してます。このスペーサー入れてっていう感じです。タイヤに行きたいと思います。タイヤがホイールが純正のホイールを使っていて、でここのオーバーフェンダーから結構タイヤ中に入ってるんで、このスペーサーで出して面位置にしてあります。でタイヤのサイズが、オールテレーンの、はい、26565R18 のタイヤを履かします。それでこんな感じ、ちょっとデカめのタイヤを履かします。で後ろも同じようにちょっとスペーサーで出して同じタイヤを履かしてる感じになります。でそうすると前から見た時にこれぐらい、出幅がこれぐらいな感じになります。以上タイヤでした。そしたら後ろの紹介に行きます。まずエンブレムなんですけど、ここにハイラックスって書いてあるのと GR っていう書いてあるエンブレムついてたんですけど、あんま好きじゃなかったので外しました。外してトヨタだけのエンブレムだけ残してます。サイドも一緒です。サイドも GR っていうエンブレムついてたんですけど、それは剥がしました。なるべくちょっとシンプルが良くて。はい、じゃあ次は中に行きたいと思います。上がハードトノカバー三つ折りのつけてます。で中なんですけど、洗車用の道具とあとスノボーの板、ブーツ、スケボーがめちゃめちゃ入ってます。なんかこんな感じです。めちゃめちゃ広い。はい、こんな感じです。もうアウトドアの人にはめちゃめちゃおすすめの車です。何でも入りますこれ。はい、じゃあ次内装に行きたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあちょっと次は内装編に行きたいと思います。
ちょっとその前にこの後ろの3面のガラスもスモーク入れてます。フロントは入れてないです。はい、で次内装に行きます。じゃあこっちから内装こんな感じです。でここにたまに物を置くことがあるんで専用のマットを敷いてます。はい、とあと運転席の背もたれ、僕長距離することめちゃめちゃ多くてキャンプとかちょっとスノーボーとか海とか行くことが多いので背もたれに変なクッション置いてます。はい、前はこんな感じです。あと匂いのやつとつけてます。とドラレコですね。はい、あとは特にないです。で次後ろに行きたいと思います。後ろこんな感じです。3人乗れるようになってます。はい、で結構ハイラックス後ろの席倒せないんで座った時にもうこんな感じです。拳1個入るかなぐらいな感じです。後ろも割と狭いんで、割とっていうか天井も狭いしあれなんですけど、でも意外と乗ったことある人に聞くとそんなに苦じゃないっていうらしいです。多分長距離はきついんですけど、はい、まあどっかちょっと出かける分には全然問題はないんですけど、身長高い人とかだと結構きついかなって感じです。後ろはこんな感じです。はい、それぐらいかな。あとまあちょっとあのすいません、あのめちゃめちゃ汚いんですけど気にしないでください。泥とかめちゃめちゃ跳ねてるんですけど、はい、な感じです。じゃあちょっと最後運転席の方から撮りましょうか。はい、じゃあこれ運転席です。特に説明することはないんですけどこんな感じになってます。あとこの頭の後ろにも GR っていうロゴが入ってるし、ここにも入ってるし、ここにも入ってるし、でエンジンかけるとここにもところに GR って入ってます。あとマット、このなんか金具で止められるマットなんですけど、これも一緒に納車と同時につけてもらってます。はい、以上。またなんか気になることがあれば DM やコメントください。じゃあハイラックスの軽くご紹介を終わりにしたいと思います。バイバイ。ハイラックスを選んだ理由はそんなに周りに乗ってる人がいないからっていうのもあるんですけど、もともとピックアップトラックがすごい好きで、あとでかいのが好きなんですけど、でハイラックにしたんですけど、多分将来のこと考えるとハイラックスって割と今しか乗れなかったり、もう完全割と趣味車だったりするんでっていうのもあってハイラックスにしました。はい、かな。あとはもうかっこいいからですね、シンプルに。田舎ですね。乗ってみて、まあ、もともとジムニーの車乗ってたんで、正直めちゃめちゃ乗りやすさはあるんですよ。昔のジムに乗ってたからガッタガタだったんで乗りやすさは全然もういいと思います。でも他の車に比べるとちょっと悪いのかなって感じはします。